重創工期は、日本の物理学者。学位は、工学博士。国立研究開発法人理科学研究所、創発物性科学研究センターセンター長、東京大学特別栄誉教授、東京カレッジ自宅越教授、国立研究開発法人産業技術総合、研究所名誉フェロー、公益社団法人日本科学会名誉会員、文化功労者、 東京大学工学部講師、東京大学理学部助教授、東京大学大学院理学系研究科教授、東京大学大学院工学系研究科教授、独立行政法人理科学研究所、創発物性科学研究センターセンター長などを歴任した。物性物理学を専攻する物理学者である。電子型高温超伝導体の発見。 酸化物巨大磁気抵抗効果の発見と気候解明、マルチフェロイックスの巨大電気磁気効果の発見、磁気スキルミオンの観測と物性解明など多数の顕著な業績を挙げている。東京大学の大学院では理学系研究科物理学専攻や工学系研究科物理工学専攻にて教授などを務めた。理科学研究所では 創発物性科学研究センターにて、センター長を務めた。同僚の孫茶清悟とは、大学時代の同級生である、兵庫県西脇市高台町出身。高う気象天井現象の発見、電子型高温超電導体の発見、高温超電導物質の一般則の発見と、その応用、フィリング制御モット天井系の物性研究。 酸化物巨大磁気抵抗効果の発見と気候解明、モッド絶縁体の巨大非線形光学効果の発見、有機分子性共有電体の創生、マルチフェロイックスの巨大電気磁気効果の発見、磁気スキルミオンの観測と物性解明、など。既発表論文は、ネイチャー史19編、ネイチャー姉妹氏30編、サイエンス史21編、 サイズ、レブ、レッド、474編、他を含む、実刑の十倉正和は、住友科学代表取締役社長、現在まで、ありがとうございます。